地図振興士は中華人民共和国福建省、泉州市に位置する研究士。泉州三遊の首遊と呼ばれる振興は古来より経済、軍事、文化などの要衝であり、海のシルクロードの起点の一つである。振興人の詳細は有名であり、現在でも東南アジアをはじめ多くの振興人が海外で、家境、家人として活躍している。現在、 信仰出身の人は世界中に300万人いるとも言われ、中国系フィリピン人の多くは信仰にルーツを持つ。また、信仰人は文化などの面でも優れた才能を持つことで、信仰は声か文物、優勝会内と賛辞され、千南仏国、海浜数路などの美償で呼ばれてきた。信仰市は北は濃上区、西は南や水地、東は 石獅子と隣接している。また南は海を挟んで中華民国統治下の金門県に面している。亜熱帯湿潤気候に属し、年間平均気温は20摂氏21度。1月の平均気温は常に摂氏11.9度ほどであり、7月の平均気温は摂氏28.2度前後。年間の平均日照時間は2130時間。 年平均降雨量は911から1231ミ、mm、リメートル。古代、神の領域であり、進むの貴族が戦乱を逃れて、川の両岸に住んでいたことに由来する、信仰にちなみ、718年に、当庁により新興圏が設置された。主に大グループの敏南語が話されるほか、普通話も話される。下部に六街道。 十三鎮を管轄する中国の三大生家業の地として知られ、その他、石材、磁器、傘、洋服、製紙などの軽工業が発達している。国道衝動新港駅安海流山寺第一類、高校、第二類高校、第三類高校。ありがとうございます。